皆さん、こんにちは。ネットビジネスアナリスト、横田修林です。今日もネットビジネスに関する情報を生中継で15分間お届けしてまいります。今日もよろしくお願いします。はい、今日は2022年11月4日金曜日ということになりましたが、今日ですね、実はちょっと記念日でして、えー、2002年11月4日、ちょうど20年前ですね。 えー、結婚式を挙げまして今日で20周年ということになりますね、えー、20年前のですね今はちょうどですね、あのー、雪がねちょっとちらつくような、ね、非常に寒い日だったんですけど、えー、非常にね思い出に残っている日なんですがなんとか頑張ってですね20年を迎えることができましたまたね、えー、頑張って、えー、続けていきたいなと思っております、えー、いつも皆さんね、えー、家族の皆さん応援してくださいましてありがとうございます はい、えー、そんな今日ですねお届けするテーマはインスタグラムのみでネット通販が完結するというチェックアウトというものについて考えていきたいと思いますはいでは早速なんですがまずこちらの方からですね、えー、行っていきましょうご覧くださいどうぞはいえっ、ー、とですねこちらなんですが 皆さんもねご存知だと思うんですがインスタグラムのショッピング機能といえばですねショップナウというものがあってこれは2018年6月に実装されて えー、僕も会社もですね導入してるわけなんですがこれとですね今日話すチェックアウトというものは違うものなんですね、まあ、このショップナウのバージョンアップしたものというふうに捉えてもらった方がいいんじゃないかなと思うんですけど、えー、じゃあどういうものかということで今日はですねこれについてお話をしていきたいと思っていますはいでは早速なんですが、えー、どういうことかということで、えー、これ1回しか出ない画面なんで 早速ね、ちょっとまず見てみたいと思うんですけど、こちらの方からですね、ご覧いただきたいと思います。はい、ではちょっとね、設定に行ってみたいと思うんですが、こちらをご覧ください。はい、ご視聴ありがとうございました。続きをご覧になりたい方は、動画の下にあります概要欄の方から、YouTube チャンネルのメンバーなるにはのリンクを進んでください。そうすると、YouTube メンバーシップの申し込みの中で、 月額190円から学べますデイリー会員っていうのがありますので、こちらに入っていただければ見ることができます。今日の動画だけでも190円の価値があると思いますが、今日から1ヶ月間ですね、毎日に動画を見ることができますし、そしてデイリー会員というサービスを始めて1年以上経ちますが、すべての動画を見放題とも言えますので、よかったら申し込んでいただければと思います。チャンネル登録もよろしくお願いします。では、続きをご覧ください。 どうぞ。